村上に子供？ええ、たった今視聴者から電話があったんですよ。何？確信号ってことか？いや、視聴者って？いや、匿名希望、どうしても名乗らないんですよ。なんかそんなのばっかだな。俺シャワー浴びてくる。村上さんは？あ、今ね、出かけてますけど、どうだった？あなたは？私は留守番だけど、あなたどうなった？何時頃帰ってきますか？うん、わかんないけど、あなた、ひょっとしたらみゆきさん？あ、ちょっと、聞いてるの？そうでしょう。ねえ、村上に子供ね。保険金殺人と並行して子供のことも詳しく調べてみて。あ、調べますけど。これでまた来週も村上の特集が組めるわね。村上のネタは全てうちが独占するつもりで。いいわね。はい。紗友子さんは村上のことになるとムキになる。視聴率のためと言うけれど、本当にそれだけなんだろうか。社長どうも、伊藤です。先ほどのラストワイドをご覧になったと思いますが、保険金殺人疑惑について一言お願いします。村上さん、奥さん殺したっていうのは本当なんですか？お父さん怖いよ。え、ちょ、娘さんですか？社長、お嬢さんいらっしゃったんですか？お前らには関係ないだろ。レンズ、社長、社長、あなた奥さん殺したのは本当なんですか？社長、娘さんですよね？社長、社長、めっちゃ見てしますよ。お父さんはお母さんを殺したの？はい。あ、私今どこにいるの？会いたいの。